シャキーン僕チャンネルようこそ始まりました。今日はゲストにやちくんを、そうよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか試合ね決まったみたいなんで、決まりました。その意気込みなんかをちょっと聞いていこうかな。仕上がり具合、仕上がり具合ね、あとちょっと脱いでも。ガスる。結局これ藤野さんとガスます。女性でもやる。マジ。マジで。平気で脱いだから。やっぱマッチョの人はさ、みんなどんぐらいね鍛えてるか見たいじゃないですか。ね、すごい仕上がってる。仕上がってたよね。仕上がってましたね。で作戦とか、グスタボ見ないんでこれ。いや見るでしょ。事細かにちょっと。2年半前だよね。もう2年半。そう。2年半前に名古屋で。今あくびしたでしょ。大丈夫。大丈夫です。しましたけど。奥さんセコンドついてます。セコンドついてた。だからその時の覚えてる範囲で、その日の印象とか絡めて喋ったらいいと思うんですけど、あの日はやちがメインに任されて、まずやちが勝つだろうっていう、俺も思って見てたんですけど、そういう空気感の中でのね気が負けだったんですけど、やちを勝たせるための大会みたいな、マッチメイクとやちをこれから上げていくぞっていう雰囲気を俺も感じて嬉しかったんですけどね。で名古屋でね、よその土地でよっしゃやち勝ったらもうちょっと待ち繰り出してって思ってたけどね、思い出して落ち込んできちゃった。あの日の夜、あの日の夜の最悪加減ったらないからね。本当にもう何とありましたか。2年半が合ってるよね。合ってないかな。3年半。ごめんなさい、3年半かもしれない。本当。はい。3年半。その間いろいろちょっとありました。確かに。はい。ガラリと景色が変わってね。登場人物もね、本当ですね。スター出てきてね。やちの練習環境。確かに。だからそのね、過去の自分へのね、グスタボのようで相手は実はね、自分だ。ああいいっすね。髪をかき乱してね、あっこからあっこぐらいからもうね、ロン毛バッシング、そうですよ、散々バッシング受けて、もうコンローとかにしてからは全然でしょ。そうっすね。好みの問題でキモいから早く切れよみたいな感じでは言われるけど、競技的なあれでは言われない。もう言われないですね。もういいところに来ました。過去の自分に対して落とし前ってことで、やっぱ今回は俺髪切った方がいいと思う。あれから始まったわけでしょ。角刈りで。それかもう編み込みしないで、あのこれを超える意味でこのままいくかっすよね。かき上げながら、かき上げながら完封するから。いやでも勝てるぞ。そうそうそう。いらねえなそれ。どっちかっすよねだから。それいいね。じゃあそれでいきましょう。どうですか。いやーまあ大丈夫でしょう。大丈夫。はい、もう慢心はない。慢心はないし、もう本当に細心の注意を払いながらのゲームメイクでしっかり圧倒するっていう。でこのグスタボもコロナとか、毎回グスタボって言うの。グスタボですね。ボなんだ。ボじゃないんだ。初めて突っ込みましたけど、ずっとグスタボって言ってます。そっちの方が言いづらい。グスタボ。グスタボじゃないんだ。グスタボね。あ、言いづら。グスタボ。グスタボも久しぶりなんですよね、試合。そうですね。だからこの期間にどんだけあいつもだから。どっちでやるかじゃん階級、結構さそんなでかいタイプじゃなかったから、でもこのね潜伏期間中にさ、じゃあもう70でやるんだっつって、もうジュース飲みまくってこんなになってくる可能性あるからね。最新映像とか見れないですよ。ないっすもん。だからもう別人になって可能性あるよ。確かに。老眼になって。ああ。ね。こんなんで来たらどうしよう。急に電動派みたいな感じで。一番怖い。それでもう大丈夫、大丈夫です。もうそんなに、だからブランニュー、やっちくんもブランニューになったってことはあっちもなってる可能性あるか。もちろんもちろんね。その残像に、あの時の残像にやられないように、はい、まあまた新しい選手と思ってやるつもりです。だけど俺参りはしっかりしっかり楽しみだ。まあ言うて根本は変わんないんで、俺もそうですけど、人間のスタイルとか戦い方って根本の癖だったりとか抜けないんで、そんな俺が性格悪いのは変わらないみたいな。なんで自虐に誰もそれ言ってないのに。本当そういうことで、なんでまあまあまあその彼の癖だとか戦い方をしっかり研究して最善の方法でしっかり勝つっていう、なるほど、イメージですね。これはペーパービューとかで見れるんですか？ペーパービューのみで、だからかな、のみです。はい、もちろんないんですよ。じゃあもうぜひペーパービュー、そうペーパービュー買って見届けてください。チケットはまだ残ってるんですか？あ、どうなんですかね。わかんない、ちょっと会場でね応援してもらったら、はい、そんぐらいのキャパのさ、箱でさ、パンパンとかでさ、ボスったらめちゃ気持ちいいから、絶対。確かに。本当やばいと思う。昇天しちゃうと思う。あれーっつって。よくわかんないけど。これはね、ちょっと期待ね。本当安心して見れると思います。お、安心してください。安心してくださいっていう。じゃあやっぱしね、マッチョのね。いいよいいよ、腹筋はねちょっと数字持ってるんで、ちょっとおおすごい、ちょっと絞った。そんなことない、全然。何カルバンクラインは何スタイルです？スタイル、それ何スタイルっていう？え、いや別にないですけど。なんで写真撮ってるの？何用の写真？常にもう臨戦態勢なんで、いつでもセコンドとかはいつも通り。そうですね、はい、いつも通り安見さんと宮川になっております。もうグスタボに関してはもういつだ、もう1年ぐらい前からずっと意識してというか、対戦相手の候補に上がってたんで、その都度対策練ったりとかってずっとやってたんで、もうバッチリです。はい、ちょっとまあ気負いもなく、そうですね、はい、淡々とやるだけですね、やることを。もうすごいね、八千の試合、サトシ戦もそうだしね、はい、年末のもう見に行ってもう緊張するんですけど、もうサトシ戦に至っては奥さんが、僕一緒、奥さんと一緒に見てたんですけど、こうやってカップルつなぎでこうやって見てたからね、何年ぶりに手伝いますね、本当にもうなんで、もうそうだから、また今回もね、やちが自信満々なら満々ほどね、ちょっと緊張して手汗すごい、また奥さんともカップルつながりでね、ちょっとよかったね、手つなげるからね、だからちょっとチケット買ったのかなっていうね、手つなげるから手調子で一緒に見たら、なんでそこもちょっと見どころになる。長い試合がいいですね。うん、そうだね。15分間。ね、1ラウンドで嬉しいけど終わった瞬間、おー手つないで。期待してる本当に。期待してますよ本当に。試合前なのにね、ありがとうございます。試合中はまだ全然ですよね。いやメインだと思います。すごいね、メインエベンター大臣の。メインで負けましたから。メインで取り返します。全部重なってますからね。お、やばいね、来たね。来ました。これ楽しみにしていきましょう。金網で。金網。お、フレーズ忘れましたけど。あ、そっか。あ、じゃあいいじゃないですか。ね。楽しみにしましょう。はい。今日はありがとうございました。